チスル TV。 3ヶ月に及ぶすする改造計画によって12キロの減量に成功したすする。果たして今回体重はどうなってしまっているのか。というわけで久しぶりの体重測定やっていきましょう。はい、おはようございます。おはようございます、はい、10日ぶりの測定ということで。そうですね、ちょっといろいろスケジュールの都合とか重なって来れてなかったんですけども、はい、はい、久しぶりに測りましょうか。怖いっす、はい、怖いっすか、はい、まあ12月っていうこともあるでしょうし、はい、余計に怖いと思いますが。前回の測定から考えたら減ってましたね。やったぜ。トレーニング、まあ、ずっと継続してやってるので、はい、例えばこう筋疲労起きて、はい、こう疲労が溜まってそれが回復するまでは代謝がずっと上がってるので、うんうんうん、そういうこともあって、まあ、脂肪は蓄積されにくくはなってます。なるほど、はい、っていうのも一つです。すごい食べたんですよね。めっちゃ食べました本当に。今月、まあ、忘年会むしろこれからって感じなんですけど、はい、ラーメンをすげえ食べました本当に。めちゃくちゃ本当にラーメンとりあえず食べたと尋常じゃないぐらい食べたんですよ。あ、そんなに食べたか、はいはい。気をつけるとしたら塩分、うん、確かに数値自体は良くてもうこう見た目も変わってきて、うん、まあ、あとこう生活習慣病にならないように、うんうん、ちょっと予防みたいなことは気にしといた方がいいかもしれない、うん、ラーメン一杯で塩分ってどれぐらい取りますか。一杯でスープまで飲んだら、うん、多分1日の許容量を超えますよね。そうですよね、はい、うん、大体少なくても 10g 近くとか 5g 以上取ってんじゃないかと思うんで、うん、スープ残してたとしても結構の量ですよね、うんうん、1日1杯以上食べる時もあると思うし、はい、まあ、健康状態を考えたら1日 10g かそれ以下ぐらいで抑えておくのが、うん、なるほど、本当はいいんですよ、うん、本当はですよ。なんかあります？いや大丈夫です。行きましょうか、はい。はい、いけーバカして、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 はい、もう一回、はい、声耐えて、バを、バを落としたか、バを落としたか、うわーすごいキープして、はい、上げて、はい、もう一回、せーの、はい、もう